はい、こんにちは、堺井ギタースクールです。米読み行ってみたいと思います。米読みというかね、たまにちょっとこの辺はみんな、確認しておこう、理解しておこうっていうね、ちょうどいいタイミングでね、コメントが来てました。第三関節のありかさえよく理解してなかったです。ありがとうございます。これ制覇が楽になるにはっていう、そんな動画のコメントだったんですけど、そう、このね、第三関節、手の指の関節、第三関節のありかっていうのを結構ね、分かってない人って多い。分かってないというか、勘違いしてるというか、パッと手を広げた時にこのね、線があるじゃないですか。第一関節、第二関節、第三関節みたいに思ってる人ってすごく多いと思うんです。いや、だってシュッシュッシュってちょうど線入ってるから当然でしょ。第一関節、第二関節、第三関節みたいな、でも、第一関節ここは曲がる、第二関節曲がる、ここに線があるけどここで指曲がらないです、ここが結構ね、あら本当みたいな、あら本当だ、曲がないわ、ここに関節ないわっていうね、改めて見てみるとよくわかるんだけど、第三関節はここにあるんですよね。ここね、手の甲から見てもらえれば第一関節、第二関節で、本来手のひらの線があるべきところはここなんですけど、ここじゃなくてもうちょい下、ここが第三関節。なので、結構その第三関節って左手の動き、右もですけど、特にこの左のね、制覇が絡んできたりとかいう時に、第三関節のありかがちゃんと分かってるかどうかで全然こう押さえやすさとかも変わってきたりするわけですよね。でこの第三関節が折れてるか折れてないかっていうのでも指の柔軟というか指の動きにかなり影響が出てきたりするし、第三関節っていうのは結構意識しておくべき関節の一つなんだけど、でもいまいちピンときてなかった人が多い、ということでね、これたまにこの辺は動画にしといた方が良さそうだよねっていう、僕の動画本当に結構な数動画アップしてるから、過去の動画に遡って見るのがね、大変だと思うんですよ。で前にもこれ言ったって言っても、自分もどこで言ったかなみたいに、もう自分の動画も探すの大変でちょっと無理なところもあるんで、こういうのはね、ちょっと定期的に言っとこうかなと思います。はい、ということで、第三関節は第一関節、第二関節、第三関節、はい、MP 関節って言ったりしますね。呼び方はね、特に別にどうでもいっちゃどうでもいいんですけど、自分の体をよく知ることって大事ですね。で特にこの関節の場所、第三関節の場所で、そこがどう動いてるのか、曲がるのかとか、どうなったら指開くのか開かないのかみたいな、そういうところをしっかりと把握するっていうのは大事ですよね。はい、ということで、僕の動画を結構前から見てる人なんかは、知ってる知ってる、もう知ってるよってね、なるかもしれないけど、もしこの動画を見て、第三関節ここ確かにってもし思ってくれた人がいたら幸いです。はい、というわけで、皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。